よし、かくそ、あれ壊れろ。うわ、このロード画面すごい見た、オートマタで。あの質感、なんだろう、なんて言えばいいんだろう。世界観が混ざり合ってんな。ここ、エミール。あれ、エミールもいないの？会に一人だけの世界か。うん。ここは君の記録。ここは君の世界。うわ、もうちょっと懐かしいな、この感じ。新鮮なのに懐かしい。これはブラックボックスかな。そこにある甘い記憶、閉じられていた苦い記録。これは差し出してくれんの、こいつらは。こいつらは何を思ってカイネをここに導いてんの。いいのこれ、この大事な記憶を開けてしまって。機関フレームを破壊するになってんな、メニュー画面の指示は。いいの、破壊しちゃって。ちょっと無駄なコンボしちゃったな。魔物？ん？うわ、うわ、この体力表示。これは記録によって再現されたデータ。君が殺してきた本物の人類。ああ、本物の人類。君はこの世界にとって異分子。記憶と記録の相違がエラーを起こす。お前らの話すことはわけがわからないんだよ。この腐れそうだそうだ、この腐れ野郎。終わりか、お話ししてください。あ、また出てきた。あ、ちょっとずつ取り戻していく感じなのかな。あ、お、ピーちゃん、ピーちゃん、もうやめて、もういいよ。やだよ、君がいなくなったら僕はどうすればいいの。クレオとピーちゃん、趣味なことしやがって。本当にな、じいちゃんと戦ってる時も葛藤してたもんな、カイネ。あれは魔物なんだって言いながら倒してたような記憶がある。そこピーちゃんだったっけ、別のとこだったっけ。まあ何かしら葛藤はしてたよね。次はなんだ、こいつか、グレーテル。不完全な私たちは仲間がいるから完全になれる。あー、なんかこれカインたちにも刺さるセリフだな。蔑まれ笑われ踏みつけられても肩寄せ合って補い合って。カイネたちじゃん。生きてきた者たちなんだ。よいしょ、あいつらが生きるのを邪魔するな。うるさい、うるさい、うるさい。ああ、魔物は殺す、殺すだけだ。カイネはそこまで図太くないからね。おっと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 、あれはガードできないか。いでででで、やったぜ。君の記憶の一番深い場所、君が閉じ込めていた記憶、これが君の最悪の記憶。なんかこいつらの服装ちょっと夜派っぽさあるな、気持ち。あ、あ、フックか。お前は、おばあちゃん解釈違いでおなじみの左目に傷が入った後だね。え、これカイネ一人で戦うの？でも殺してやるよ。腐れ野郎が。やってやるよ、この腐れ野郎。いててててててて。あ、でも魔法ないと戦いづれえなこいつ。ワープすんの。うるさい。ギタギタに切り刻んでやるよ。
衝撃波を避けて腕を、おい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 、消えるな消えるな、あの雷みたいなのまとった後は危険、突進が、あれ絶対避けらんないからおとなしく離れて、その後に、おいダリー、衝撃波を回避で避ける。よし、あとはこちらな。よし、こいつをぶっ飛ばした時全然減ってねえじゃん体力。くそ、なぜ思い出せない。仲間と認めてもらった時の戦いだもんな。初めておばあちゃん以外の人に、いい、え、なにこれ、え、なにこれ、人、胸クソ悪いもの見せやがって、あ、殺す、崖の村の人たちってことかな。うん、人なのか魔物なのかわからんけど、くそー、私は強い、お前らなんかに、ちょっと待って待って待って、そう、なんかニーヤみたいにバリアとか張れないからさ、ニーヤだったらこんなの黒の攻撃張って楽勝なのに。回復、いや、あんなとこになんかターゲット出されても遠距離攻撃できねえのよ。かかってこい、この多いな今回は、さすがに、うわー、こんなん絶対食らうやつ。演出がオートマタっぽいな。うわ、もう攻撃もできない、何もできなくなってる。うわ、ロンリーウィスルスにかかった時の 2B みたい。回しき娘はさらに、いてててててて、あ、でももう体力ゲージ出なくなってんな。おぞましい姿の魔物つきめ、ちょ、いてたたたた、お前は呪われてるんだ、お前がいる限りこの村に平和など来ない。うるさい、黙れ黙れ、あ、落ちちゃう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 よ。おお、これもうエミールも助けに来ないし、このままじゃカイネの記憶の中だから、あー、ニーヤにたどんつけずに終わってしまう。始まりましたね、始まりましたよ。ここ神話の森の地下だもんな。ゆっくりと目を開ける。これもカイネの記憶の中ってことか。まず見えたのは怪訝な顔をした村人、目が合うとそそくさとその場を離れていく。どうやら私は仰向けになって倒れ込んでいるらしい。いや、そんなことはどうでも。凄まじい勢いでカイネは起き上がり、あたりを見渡す。なんだ、一体何が、私は魔物と戦っていたはず。あれ魔物なのか。さっきのは、右手は無意識に剣を探している。だがその目に入ってきたのは、さっきまでいた場所とは全く違う風景だった。いや、これ今のカイネの記憶じゃないのか。いつだ、鷹をかたどった風緑、ああ、崖の村。風緑がカラカラと。と音を立てて回り、タンク型の家からかまどの煙が上がっている。周りには村人たちがいて、挙動不審なカイネをけげんそうな顔で見ていた。そこは見間違えようのない自分の故郷、崖の村。なんだ、おばあちゃんか、どうかしたのかい。見覚えのある声にカイネは振りあおぐ。おばあちゃん、腰の曲がった小さな体、羽織られているショールは何年も使っているせいかもうボロボロだ。それは自分のよく知る祖母の姿だった。本当におばあちゃんなのか。祖母は目を見開き、何度か瞬きをした。なんだいかいね、夢でも見てるのかい。夢みたいなもんだけどな。夢、これは夢なのだろうか。心配そうに自分を覗き込む祖母、谷に吹き込む風に祖母のショールがハラハラと揺れる。その姿は夢には思えなかった。しかし祖母は魔物に殺されてしまったはずだ。ではなぜ目の前に祖母がいるのか。もしかして私も魔物に。そうか、私は死んだのか。
変なこと言うんじゃないよ。祖母がげんこつを振り上げ、はい、カイには反射的に目を閉じる。しかし想像した痛みが走ることはなく、祖母の手がカイネの方に触れる。祖母のしわくちゃな手から伝わる温かさが全身へと広がっていく。嫌になったのかい？早く帰ろうか。そう言って祖母が微笑みかける。その表情もその温かさも、カイネが大好きだった祖母の姿のままだった。大丈夫。変なこと言ってごめん。カイネはそう言って祖母に微笑みを返す。そうかい？頬に触れていた祖母の手がゆっくりと離れていく。ここが夢でも死後の世界でも、孤独ではない。おばあちゃんがいてくれるならそれでいい。カイネの心がゆっくりと溶けていく。ほどけていく？うん。ほら、ほうけてないでこれを持っておくれ。祖母はパンパンに膨らんだ袋を渡してくる。中には野菜や果物が袋いっぱいに詰められていた。こんなにたくさん。たまにはいいもの食べないと。どうやら崖の村に食料を買い物に来ていたらしい。村人たちはいい顔はしないが、物は売ってくれる。向こうも商売だし、背に腹は変えられないのだろう。しまった、薬を買い忘れたね。お、薬屋の主人といえば。クレヨンをくれた。祖母の足が止まり、カイネの顔を見て困ったように笑う。話のわかるやつだったよな。私が買ってくる。先に帰ってて。本当に大丈夫かい？心配そうな顔をして祖母が聞いてくる。さっきのことが気になっているようだ。確かに不安な気持ちはあったが、祖母に心配をかけたままなのは一番嫌だった。私なら大丈夫。祖母の手に握られていた財布を半ば強引に預かる。それに、言い出したら聞かないことはよく知っているだろう。ふん、そうだね。誰に似たんだかお前じゃい。祖母は呆れたように笑って家へと戻っていく。カイネは祖母の背中が見えなくなるまで見送り、薬屋へと向かった。この転換いるか。いらっしゃい、カーリーの薬か。薬屋に着くと年老いた店主が迎えてくれた。絵の中で永遠にすることを教えてくれたあの店主ね。カーリーとは祖母の名で、店主と祖母は古くからの知り合いだ。そのためか、カイネに対しても嫌な顔をせずに接してくれていた。ああ、頼む。店主は慣れた手つきで材料を集め、薬の調合を取り掛かる。なんとも言い難い独特な香りが店内に広がる。幼い時に嗅いだ時と変わらない香りだ。待たせたな、できたぞ。ほどなくして店主が薬の入った袋を持ってきてくれた。そういえば、あんたが描いた似顔絵、見たの？へったくそなやつ、とても喜んでいたよ。まあそれは喜ぶよね。ああ、俺にまで自慢してきた。仲いいんだな、本当に。ここの人とは。見たのか？カイネは目を細める。あの絵は気まぐれで描いてみただけだ。つまりとても人に見せれるものではない。ああ、見たよ。店にまで持ってきたからな。とてもいい絵だった。よっぽどだったんだね。おばあちゃんにとって。想像した感想とはだいぶ違う言葉が聞こえた気がした。カイネは戸惑う。気を使ってくれているのだろうか。いやー、違うと思うよ。一生懸命な気持ちのこもったいい絵だったよ。こいつ本当に話のわかるやつだな。崖の村の人間とは思えない。カイネの気持ちを察してか、天使は言葉を重ねる。褒められることは慣れていなくて、どうも居心地が悪い。感謝しておく。カイネは薬の入った袋をしっかりと受け取る。帰ったら祖母には絵を持ち出さないように言わなければ。と言ってももう手遅れかもしれない。カイネが薬屋を後にしようと扉に手をかけた時、背後からバタンという音が聞こえた。また背景変わんのか。ああ、いや、黒背景に戻った。振り返ると店主がうずくまっている。あれ、どうした、大丈夫か。店主は何も答えない。気絶しているわけではないと思うが、打ちどころが悪かったのだろうか。おい、平気か。カイネは手を貸そうと店主へと近寄っていく。流れ変わったな。すると突然、店主の悲鳴にも似た声が響いた。ああ、足が、俺の足が。カイネが店主に駆け寄ると、店主の足がなくなっていた。助けてくれ。え、これ実際にあった話じゃないよな。実際に昔あった話とかではないよね、さすがに。4本、3本、2本、1本。カイネを掴んだ天使の指が1本、また1本と崩れ落ちていく。手が、助け。
そういった天使の顔はボロボロと崩れ始め、目玉が一つポロリと落ちた。言葉にならない声で懸命に助けを求めるが、全身に亀裂が入り崩れ始める。やがて天使の体は灰で作った人形のように崩れて粉々になった。カイネは声も出せず後ずさりをする。え、これ何の世界？外から誰かの悲鳴が聞こえる。いやだ、助けてくれ。異変を察知し、カイネは勢いよく薬屋を飛び出す。眼前に広がるのは悪夢のような光景だった。絶壁にへばりついたタンクが崩れ、上空から足場を巻き込み降り注ぐ。巻き込まれた村人は絶叫しながらも体がボロボロと崩れて灰へと変わる。ただの布切れになった服が空を漂う。やめろ、やめてくれ。はっと顔を上げる。おばあちゃんが。カイネは駆け出す。壊れゆく風景には目もくれず、落ちてくる瓦礫の上を飛び石のように渡っていく。早く家に。風に吹かれて舞い上がった灰の粒がカイネの目を覆う。拭うこともせず、カイネはただひたすらに走った。灰、灰、灰、人も建物も全てが灰になっていく。これ神話の森の双子の機械が見せてる悪夢とか、そういうことではないのかな。家にたどり着く。祖母と共に過ごした家、思い出の場所、安らぎの時間。全てが灰に変わってしまっていた。絶句するカイネの耳にかすかな音が聞こえる。カイネ。おばあちゃん、まだ生きてる、まだ生きてる。灰をかき分けて祖母を掘り起こす。おばあちゃん、逃げるぞ。返事も聞かず祖母を抱きかかえて走る。崩壊から逃げるように走り続ける。しかしカイネを嘲笑うかのように灰の津波は二人に追いついてくる。カイネはバランスを崩し、抱きかかえていた祖母と共に灰の中に転んだ。ふと足元を見ると、カイネの右足の膝下までが灰になって崩れ落ちている。足が一本ないぐらいで。おばあちゃんを再度両腕に抱え、カイネは足一本で、這うように駆け出そうとする。絶対に生きてここから。その腕には愛するおばあちゃん。徐々におばあちゃんが軽くなっていく。賢明なカイネはそれに気づかない。カイネ、ありが。カイネの腕からおばあちゃんだったはずの灰がこぼれ落ちた。そんな、おばあちゃん、おばあちゃん、必死に灰をかき集めるカイネ。ダメだ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 。どの灰が祖母だったのかもうわからない。これどういう世界観だ。ここは私がいる場所なんだ。何もわからないので読み続けるしかない。灰を掘り続けるカイネの手に何か当たる。祖母のショールだった。やめてくれ。お、また場所変わる？この場所が嘘だって分かっていた。でも何もできなかった。逃げることも助けることも、この安らぎを受け入れていた。だから何もなくなった。生きる理由も目的も。だから私は。おい。あ？クソ神？声が聞こえたような気がする。クソ可燃物。おい、聞こえているか。クソ可燃物。また声が聞こえる。今度ははっきりと。あやつを取り戻すのだろう。あいつ誰だ。まったく手間のかかる女だ。引っかかる物言いがいちいち尺に触る。でもなぜか心が温かい。共に旅をした仲間であろう。記憶の奥底から何かが湧き上がってくる。そうだ、私には仲間がいた。そうだ、私は取り戻すために戦っていたんだ。灰に埋まる世界の中に鋭くまばゆい光が差し込む。カイネは光に向かって手を伸ばす。とっとと戻ってこい、この腐れ下着女。え、この白はどういう存在なの？実際に白が蘇ったわけではないよね。これ記憶の中の白が言ってるだけ。お、え、黒の槍。わあ！どうした？まだ思い出せるか。でもこれ記憶の中の白だよな。
思い出に浸っている暇はないぞ。もしかして魔法使える？あいつ取り戻す。は、思い出したってことなのかな。タンク掴んでる。いつの間にか。あー、白の種により魔法が使えるようになりました。ってことは、あ、開けないや、別に。白の書開けんのかと思った。ちょっと待って。はい、ちょっと待って、喋ってる途中で申し訳ないけど。おお、選べる選べる。あー、でも P 回転切りもある。あー、この組み合わせでいいのかな。別にこの組み合わせでいいってことなのかな。うわ、だだだだ。魔法の使い方はわかる。まあ大体黒の玉だけで十分なんだけど。うわ、言われなくてもクソッとしてやるよ。ああ、クソ、ニーヤの時の動きのつもりで動いちゃう。ちょっと届かなかったりする。ニーヤの槍ってやっぱリーチ長くて使いやすいから、魔法で叩き落とす、あのタンクをだよな。ああ、あそこを撃って、よし、どこを殴ればいいんだ。叩き込んでやれ。顔面ぶん殴ってていい。潰す。腕とかの方が当てやすいか、攻撃。うん、ある程度削れたな。しぶといやつだ。次は仕留めるぞ。いや、カイネの姿で白使えるのすげえいいな、これ。なあ、白。どうした。ありがとう。あ、カイネって結構ありがとうって言葉発するよな。ぶっ飛ばすぞ、クソ吹き紙。その調子だ。うん、クソ吹きガニに身に向かって言うのは初めてかもしれないけど、結構ありがとうって言葉を大事にしてるよね、カイネって。それがなんかすごく感じる。おばあちゃんの教えなのかな。おいおいおい。あ、もう一回。あー、クソ。おい、分かっておるのか、下着を。お前がやろうとしていることは知るか。私はもう決めたんだ。そうか。子供の魔物出してきた。倒した方がいいのか。いると邪魔になりそうだもんな。ちょっと待って、もう黒の旋舞とかも使うか。使えるはずだよね、別に槍。うん、遠距離攻撃は黒の玉でいいから。黒の槍は役割かぶっちゃうんだよな。久しぶりこれ。ああ、これか。また幻覚に惑わされるんじゃないぞ、下着女。分かってる、もう迷わない。おー、いいねいいね。勝手に敵を巻き込んでくれる。シューティング要素入れすぎなんだよ、本当に。よし、よし、叩き落とした。で、うん、腕の方が殴りやすいな。別に与えるダメージはそんな変わらない気がするので。よし、あとちょっと。4発避けて殴れる。よし、動きかっけえな、赤いね。まさか、わっ、ニーヤみたいなことやろうとしてる。黒の手だ。ずっと見てきたもんな。品のない攻撃、品のないパンチだぜ。スタープラチナみたいになってる。あれ、もしかしてカイネの方が使いこなしてる。ニーヤより。これがレプリカの可能性、可能性の未来と現実の仕組みが隠せる。どう、カイネ、ダメだ、戻っていけない。うるさいうるさいうるさい。私は決めたんだ、誰の指図も受けない。私は刃になるって決めたんだ。お前の刃になるって決めたんだ。絶対に絶対に
絶対に取り戻してみせる。ふざけんな。勝手に消えて、勝手に消えて、どういうつもりなんだ。自分が生きてる意味は自分が決める。この命も私が勝手に使う。だからとっとと戻ってこい、この腐れ野郎。あ、立場が逆になったな。こんなシーンあったけど、 D エンディングの最後でこの精神と時の部屋みたいな場所で、ああ、少年の姿なんだな。でもうわ、これ家選ぶやつ存在すんの。大切な人を取り戻しますか。もちろんよ。この選択肢を選ぶと、現在進行しているセーブデータが削除され、D エンドにて削除したセーブが、D エンドにて削除したセーブデータが再生されます。じゃあ内部には残してたんだ、ちゃんと。消したふりして。プレステ3の時は本当に消してたけど。戻ってくるんだ。D エンドにて削除したセーブデータが再生されます。本当によろしいですか？じゃあ俺の生み出したアーニは消滅するってことだね。ごめんな、アーニ。セーブデータ再生後は、このセーブデータは削除されるため、この選択肢は一度しか選べません。本当によろしいですか？はい。しつけえな。はい。アーニじゃない方ってことだよね。ああ。はあ。まあ今時情報がすぐに溢れる。ね、出回る世界なのであれですけど、本当に D エンディングの後ね、2周目でルート分岐しますなんて言われてないから、本来だったら自分の意思で2周目をプレイした人しかこれ気づかないルートだよね。いや、すげえな。D エンディングで終わってても名作だったのだけど、まあこれはファンサービスみたいなもんだよね。本当にすごいもん用意してくれたな。あー、これありがたい、ありがてー、助かる、いいもん追加してくれた、よかった。この釣りの記録どうでもいいな。魚の記録。これも割とどうでもいいな。鍵。失ったセーブデータを復活するスロットを選択してください。じゃあ、これで。ああ、ニーヤの石の神殿屋上。俺が67時間やったデータ、戻ってきた。あとは、頼んだぞ。下着女。あ、でも今アーニは残ってたね。カイネの状態でセーブしたやつが消されるだけで、一応アーニは残るんだ。おっ、スケールがでかすぎる。え、なにこれ、花開きそうになってたけど、巨大な月の涙ん？今のエミールだ。はっ、私たちの旅は無意味だったのかもしれない。僕たちの過去は間違いだったのかもしれない。でも
後戻りはしない。たとえこの世界が終わるとしても、ここは大切な人がいる世界だから。でっか。はあ、最後にいいもん見せてもらいましたね。ああ、よかった。これすごいな。ああ、ちょっとこれいつもみたいに言葉が出ないな。何も喋ることないかもしれない。もう俺が喋ることなんて何もないよ、こんなの。プレステ3版が発売されたのっていつだっけ ?10 年前ぐらいかな。調べとけばよかった。まあ確か10年前ぐらいだね。まあ俺発売当初にやったわけではなくて、プレイしたのは5年前とかぐらいだったかな。なんだけど、いやー、すげー、ちょっとなんか頭の中で感想を構築できないな。なんかこの追加エンディングが打足になるんじゃないかっていうね、そういう心配もないこともなかったけど、ただこれもさっきも言ったようにあれだからな、 D エンディングの後案内なかったからね。隠しエンディングとしてこれすごく美しいものだったんじゃないですか。ちょっと続編のオートマタとのつながりもあったので、そういう意味でもなんかファンサービス的な要素を強く感じたんですけど、声優さんとかね。ちょっといいもん見せてもらったっていう感想しか出てこないな。そうなんだよね、あのこのエンディングが追加される前、プレステ3版の状態ではなんかあの神話の森がああいう存在だったっていうの作中ではちゃんと語られてなかったはずなんだけど、ただ資料集内の小説でそういう話があって、このいいエンディング自体小説をもとに作られてたと思うんだけど、あ、ちょっとダメだな、なんかちゃんと話ができないな。組み立てができてない状態で喋ってる。だ、割と続編のオートマタで起こる出来事にも深く関わってるのが、あの神話の森の巨大樹の地下にある巨大コンピューターだったという話で、これは次にもつながる話なので、まあまだやったことない人はやってもらえたらって思いますね。まあだから多分あれだよね、今のエンディング、 E エンディングの新谷少年が復活した世界の状態で続編につながってるんだよね、多分 おそらくは。まあでも前に言ったようにレプリカントたちは国門病の患者も増えるし、そもそも子供を作れないので、そう遠くないうちに滅びる運命にはあるんだけど、まあ、残り少ない時間を
カエネとニーヤは一緒に過ごせたってことだよね。ヨナもだけど、まあヨナはどのくらい生きれるのか分かんないけど、うん、っていうことでちょっといずれ滅びるにしても温かい気持ちでなんか終われるエンディングになったね。でまあエミールだけは寿命が長いのでこの後も割と半永久的にエミールは生き続けることになると思うんだけど、まあそういう姿がちょっと続編のオートマタで見れたりはするよね。はあ、これで本当に全て終わりだな。ん？セッティングに最後の挨拶が追加されました。彼女の家に立ち寄ることで新しい武器が手に入ります。カイネの剣が手に入るってことかな。ニーヤを操作した状態でカイネの剣が手に入るかな。うわあ、三人の武器、カイネの剣とエミールの杖と、これ真ん中のやつあれなんだ、ニーヤが5年経って大人になった時に最初に使ってた両手剣かな。あ、そこまで思い入れないなあれほとんど不死鳥の槍かヨルハの武器使ってたからな、無料ダウンロードコンテンツの。これはなんか見せていいものなのかな、最後の挨拶。うん、このゲーム別にね、ここまでしか見せちゃいけないとかいう、そういう配信上の制限はないんですけど、プロデューサーが実況とか配信好きなので。なんだけど、どうしよっかな。でもなんかこれ、俺が勝手にここだけはプレイした人の特典として、これは動画には残さないでおこうかな。どういうものなのか分かんないけど、うん、ここまでやっておいてあれだけど、じゃあこれ本当に終わりですね。ああ、ああ、まあ D エンディング終わった時点でもう全て話したので、もうそうだな、これ以上の感想はなかなかもう出てこないな。もういいエンディングはこれもう見たのが全てなので、ただそう、あの今回出てきたあの双子とちょっと似たような存在が続編にも出てくるんだよね。まあつながりをすごく感じる、もう一回オートマタもプレイしてみたいなって思うエンディングでしたね。というわけで、はい、ニーヤレプリカントの実況を長いことやってきました。まあニーヤシリーズの作品がまた出たりしたらやるかもしれないですね。うん、まあレプリカントはもうやったことある状態でやったけど、まあ画面も綺麗になってたし、新しい追加エンディングも見れて非常に満足しております。じゃあ、ありがとうございました。またどこかで。